まもなく開店です。準備の方はよろしいでしょうか。各自持ち場についてください。身だしなみを整えて、今日も明るい笑顔と元気な挨拶でお客様をお迎えいたしましょう。まもなく開店です。ふるさと大牟田屋、開店いたしました。はい、ただいま開店いたしましたふるさと大牟田屋。この番組は大牟田物産振興会の各お店の一品を一番詳しい担当者をゲストとしてお迎えし、その誕生や今に至る歴史を語っていただく地元の物産情報番組です。7月19日水曜日、 FM 担当のスタジオから生放送でお送りいたします。はい、それでは本日出勤しているメンバーを紹介いたします。店長の森さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。菊水道より出向しております。副店長のジョニーデップさん。はい、こんにちは、ジョニーデップです。コーヒーより出向しております。あ、解読は辛いよ、すいません。映画のね、はい、点での途中来ていただいてありがとうございます。振りがね、雑。あ、ごめんね、はい、ありがとうございます。はい、アルバイトチーフの途中ですね自分で緊張して途中ですし、やらないといけないかなと思ってやってみたんですけど、はい、失礼いたしましたアルバイトチーフ瀬戸山さん。はい、こんにちは。観光おもてなし課より出向されております。そして、FM 担当より、物産振興会マスカットマスカットあ、もうダメですね、あのいただきたんです、さらに雑マスカットもやめとこうと。マスカッツ、そして私副店長の鶴本舗より出向しております鶴です。最後までよろしくお願いいたします。では森さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は、シーズン2に入って3回目、久しぶりに、4人が揃いました。で、今日ゲストなしということで、あ、実はゲストいろいろ、もう多分この FM 担当でも、もう1週間ぐらいもう大邪魔大邪魔大邪魔で皆さん聞き飽きたかもしれませんけども、まあ、実は、ここの 2人のメンバーのうちの2人が、大邪魔に関係しておりまして、今日も同じように大邪魔な話をしようかなと思って、ね、何人かゲストを呼ぼうと しましたけども、本当に今忙しい分かってて呼ぶかと言われて、いや、じゃあいいです、自分でやりますということで、今日はゲストなしということになりました。ではまず最初にですね、先日行われました、港祭りのことをちょっと話をしたいなというふうに思ってますけども、コーヒー屋さんも鶴さんも出店はしてなかったですよね。はい、してません。物産振興会で出展してたのは菊水堂と、平原まんじゅうと、はい、お好み焼き玄ちゃん3店舗ぐらいじゃなかったかな、うん、でですね、今年から、三河港跡に変わって、はい、宮の原港は何だっけ、世界遺産になったんで、はい、いろいろいじれないんですよね。あ、はい、ね、瀬戸山さんね。そうですね、うん、で、三河港は世界遺産になってないんで、はい、もういじる放題なんですよ。だから、ね、整備をしやすい、整備をするの何のあれもなくて、で、はい、結局もちろんいろんなと建物とから、庭からも整備したり、桜の花を植えたりもしてるし、はい、何よりも去年、炭鉱電車が4台一緒にあそこに集まって、はい、で屋根もちゃんとできてっていう感じで、はい、で今度はそこで、港祭りをやってというところで、なかなか特に初日は、港祭りでの、総踊りっていうのがあって人も多かったですし、はい、2日目は、天神アクタ、アクト、天神アクタ、アクタ、あ、瀬戸山さん所属してる、いや、届きてません。去年まではリンクル、はい、リンクルリンクリンクリンクが来てくる、はい、てで今度は天神アクタ、男性の、まあ、アイドルグループでしょうね。徹夜組がいたらしいですよ。でも徹夜はさせんと、はい、あそこで泊まるのはダメだということで、はい、まあ、どっかで一泊して、はい、でもう早朝から座り込んでた方がたくさんいたって感じで、はい、すごかったですね。なんか港祭りってそういう風な、芸能関係に強い人が多分いるんでしょうね。どっからかさーっと引っ張ってくるんですよね、毎年。でまあそれ一応なんか今までは、場所が企業の
いや、はい、土地を借りてとかやってたので、今度初めて自分のとこになって、はい、まあ、多分一つの形ができたんだろうなというふうに思ってます。で、やっぱ人も多いしいい感じかなというふうに思っています。ぜひ来年は一緒に出ましょう。絶対多いですよ。あら、はい、あら、はい、出たくないの？頑張ります。あ、そうそうそう、だって、はい、ほら、うちの配送係の山田さんが、はい、一生懸命頑張ってやってるの。そうですね。そうですよね。うん。盆踊りをですね。盆踊り、まあ、で、企業、出店者 の視察をしてきますと言って、はい、出店者の後ろで生ビール飲みながら、デレデレになってたんですけど、はい、この前の。で、電話かかってきても、あ、今ちょっと3軒目を回ってるんで、もう少し視察してから帰りますって言って、また飲んでたっていう。視察の、ね。うん。で、とうとう焼き鳥まで私怒らされてしまいました、ね。いいなまあ、そういうふうなところで、大牟田の夏祭りも、スタートということで、はい、いよいよ22、23。はい、で、もちろん今まで多分大蛇山っていうのをたくさんの人が語ってこられたでしょうし、それぞれの立場で。で、まあ、私も、大蛇山にも関わってきたので、まあ、簡単な流れをなるべくわかりやすく、ご説明をしたいなというふうに思います。で、そもそも大牟田夏祭りというのは今年で、56回目で、大牟田夏祭りになったのはということは昭和36年ですね。おお、観光もてなしか、ちょっと勉強してるやんけ。勉強してきましたね。で、それま、その前はじゃあ何だったかというと、お祭りが3つあったんですよ。まさしくその大蛇山は祇園祭、はい、博多祇園山笠と同じあれなので、はい、祇園祭としての大蛇山という祭り、はい、それから商店街を中心とした担当祭り、住の都の祭り、担当、はい、祭り、それと、港の方を中心とした港祭り、この3つが日にちを変えてあってたんです、はい、全然バラバラに。そして、昭和30、労働争議は何年だっけ、35年か4年か5年ぐらいです。私たちが生まれた時だよね。生まれた時が時に、まあ、よく言われる全、全労働者と全資本との、はい、その大きな戦いみたいな感じで、はい、深い傷を大牟田が負って、うん、まあ、大牟田が完全に二分化されてしまったので、これでは大牟田の未来はないということで、はい、じゃあせめて祭りで一緒になろうやということで、はい、今まで言ってた港祭り、はい、担当祭り、それから祇園大蛇山、この3つが一緒になって大牟田夏祭りっていうのが36年に始まった。だからそれからずっと今まで、56回って言ったっけ、56回まで続いてるんですよね。で、ちょっと規模は違うけども、結局博多の祇園山笠は大牟田の大蛇山で、はい、博多のどんたくは昔の担当祭りになったんですよ、はい、だからもうずいぶん前ですけども、博多の山笠の関係者とかと話をした時に、はい、うちのあれをしたら、あ、じゃあ大牟田の大蛇山、大牟田の夏祭りっていうのは祇園山笠とどんたくとを一緒にやってるような盛大な祭りなんですねって言ってもらったことがあって、はい、あ、まあ確かにそうだな、まあ規模は全然違うにしても、うん、そういうふうなところで非常に魅力のある祭りだなというところになってますっていうので続いてるんですよね。で、もうそもそもそのじゃあ大蛇山っていうのが今六山よく言われるのが六山っていう6つの神事山と、はい、それ以外の地域山と言われる、で、土曜日に、祇園六山のパレードがあって、日曜日には大蛇山大集合パレードということで、それ以外の地域の山がパレードすると、はいはい、と、関係者は完全に違うよっていう下り顔で言ってますけども、知らない人にしてみればね、もうね、その色が綺麗だとか、うん、なんかかっこいいとか、うん、イケメンが上に乗ってるとか、そういうふうなレベルしかないので、見てる人にはね、そんなに関係ないし、うん、まあ、私も一応、六山と言われるところの大牟田神社の、役員をしてますけども、はい、その別に六山だから偉いっていう気もさらさらなく、うん、で、そもそも六山っていうのも、あ、そうそう、今はほら、大正町にお祭り広場っていうのがあるんだけども、はいはい、昔はなかったんですよ。あれ何年ぐらい前ですかね。あの大正町のお祭り広場の最初は、昭和46年ですね。46年ということは1971年第11回大会
から。そうです。だからその前は、はい、普通に、国道を大邪魔、巡行してたんですよ。うち、ここの、エレベーターの前、コロコロ。市役所の前とか、有名町の前とか。うちも有名町に店があったので、はい、一緒に引いてコロコロ行ってました。全く知らない。で、まあ結局お祭り広場っていうのを作って、一つにしようということで始まったんですよね。はい、そうですね。はい、今日なんか、ちゃんと知識が溢れ出てますね。ちょっと耳取ってみましょうか。知識がモデルかもしれない。まあさっきから。41年とかしか言ってない。35年って言ってない。数字しか言ってない。人がせっかく上げてやってるのに。100喋る人がさ、110喋ったって、まあ、あれだなと思うけど、普段 0.1 の人が、これ10喋ると100倍やけんね、100倍。世界のプラン、もうちょっとこう、数字織り込んでいきましょう。で、まあ、そこの地域になるようになって、そしてやっぱりその、だから、イベントをする会場ができれば当然なんかパレードみたいなやつが欲しいよねっていう話になって、はいはい、それまで祇園六山という名前もなく、それぞれの地域の山として、それぞれの、神社の、地域を小長祭りの小長町の山だったやつを頑張って、まあ、その子の JC のメンバーとかが中心になって、六山っていう会を作って、そして、やっとメインとして、この餅の山に来てもらった。その頃はまだその地域山と言われるところもほとんどなくて、六山しかなかったというところで来てもらってるんですよね。はい、でその前は、銅風って言ってわかるかな、布製の蛇みたいな長い銅風を、50メートル、100メートル近く、ダーッと並べていって、ジャンボ大蛇って作ってた時もあったんですよ。知らないですね。知らないね。ギネスを目指すっていう。で、世界一の長いドラゴンということでしたら、はい、申請までしたら、はい、ドラゴンなのか、はい、大蛇の蛇なのか、はい、ようわからんと。で、却下になってしまったという。そういうふうなのもあったり、はい、まあ、いろいろ試行錯誤しながら、まずその、お祭り広場というところを活気づけるための、うん、まあ、大きな柱の一つとして祇園六山っていうのが組織されて、そこでパレードをするようになって、でそれに付随してもう大蛇山で町おこしをということで、それぞれの地域、あるいはまだその頃は新境町も境町も商店街元気でしたので、はい、なら俺たちは商店街で作ると言って頑張って作ってたり、うんうん、だそういうなのがずっと吉野商店街もそうですし、そんなのでできていって今の流れがあるというところです、はい、というところが、まあ、簡単な大蛇山の流れで、だから山の作り方時代にはもちろんいろいろ違いはありますけども、そんなに大きな違いはない。じゃあ、何が違うのかっていうのはちょっと後半、そもそも、じゃあ大蛇山、特に六山の大蛇山っていうのは何をやっとるのかっていうのを聞いてもらうと、おのずと違いが出るかなと思いますので、はい、とりあえず一曲入れてから、話をしたいなと思います。よろしくお願いします。毎週水曜午後2時、ヤンヨカトコ、ヤンヨカモン、ヤンヨカ情報をヤンヨカ人が紹介する、ふるさと大牟田屋、お得なプレゼントもご用意します。ぜひ聞いてください。はい、曲は私がちょっと前半喋りすぎたので、短めにカットしてもらって。よく言えばですね。でも、一気にちょっと後半に入りたいと思います。後半は、私と、ここにいる鶴さんが、はい、所属してます、大牟田、神社、大肉祇園、通称肉と言われている大蛇山の話をしたいと思います。はい。鶴さんも入ってきたね。わかりました。で、そもそも、じゃあ、大蛇山はそもそも何であるかと。まあ、これから先は、大牟田神社を中心の話をしますので、もしかすると他の山とか違うかもしれませんけども、まあ、その辺は、相変わらずの、独断ということで聞いてもらいたいんですけども、そもそもは、大蛇山という山車に、大神様と言われる神様を降ろして、そして、その、神社の、地域を、火を吹いて回って、
地鎮、そこで、その地域にある薬病とか薬剤とかそういうやつを払うあるいは納めるということをで町内を巡行して回るというのが基本的な大蛇山の姿勢なんです、はい、なので、はい、私たち1日目は前夜祭というんですけども、はい、前夜祭それから、本祭という時も朝、神事を行って、はい、大蛇山に神様を降ろします。でそれまでは単なる、張りぼてであるという認識があるので、はい、例えば京都か大蛇山の前に行ってお賽銭を出して、はい、祈りをしてももうあの子供が作った張りぼてと同じぐらいの意味合いしかないので、はい、そういうのは今はここには神様はいませんよという言い方で皆さんにちゃんと神社の方に行ってお参りしてくださいっていうようにみんなしてます、はい、そのくらいぐらいだから、外向きに何もか違うわけでもないんですね。もともとそれぞれのオラガ町の、神社の神様に、出向いてもらって、うん、自分たちの家の前家の中そして例えば、病気になっている人たちの役も払ってもらうと。で火を出すのも決してその嫌がらせとか燃やすわけでもなく、はい、まさしくその清めるため煙もそう、はい、それから、お囃子と言われる鐘太鼓、それから笛もすべて地鎮、無病息災を願うという、はい、うん、それの、まさしく神事であって、はい、少なくとも六山と言われるところは全ての行動を収める、要するに神様の神事を収めるという言い方をしますね、はい、きっちり今年も大蛇山をの神事をしっかり収めますというやり方だから、はい、祇園六山の、神事山と言われるやつは全てが、神様の祭り事を行うための、出汁であり、はい、そのための動かすための人間であり、うん、それ以外の何者でもない、まあ、たまたま、大蛇山というふうなお祭りがあるから、はい、六山パレードっていうのにちょっと華やかなところに出ていきましょうっていうだけで、うん、そこに何の違いもないわけですよ。だから外部的に、はい、内部的には、そういうようなところなので、外部から見ても別に、まあ釜瀬に関しては、まあ、そういうふうな意味合いでこれまた地域山とかっていうと起こるかもしれないけども、あくまでも他の地域山は言ったように商店街の発展のためとか、それぞれの子ども会のためだとか、うん、それぞれの目的があって、それ以外の目的があって大蛇山をやってるところが多い中で、もうそういうなのは、大牟田神社を含めた独山は二の次、うん、神事を成功させるために人もいて子どももいて、はい、そのために練習も厳しくやって、で神様に反するようなことは絶対させないというふうな規律がきっちりである。まあ、そうだからこそかませというものができると私たちは思ってるんですね、はい、だから、ね、子供を預かって、うん、口の中に入れて、うん、泣かせないといけないって言って、そう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 、あれさ時々思うんだけども、はい、これ絶対にトラウマになるよねっていうぐらいわーわー言って泣かせるんだけども、はい、うん、でもそれも別に嫌がらせではなくて泣けば泣くほど、無病息災元気になるという神様の言い伝えを信じてやってるところがあるんですよね、私たちは、はい、だから、まあ、そういう意味ではもちろん、かませはぜひ、六山と言われたことでやってほしいし、うん、その中でも一番人気は、私たちのね、そうですね、友達で第二区なんで、はい、瀬戸山さん、一言どう言えばいいんですかかませって、うん、結構まあ、おじさまたちが赤子を抱えて子供とか、うん、はい、結構こうかませしてるとき子供以上におじさんの方が楽しそうにしてますよね、うん、皆さん。そうそうそう、うん、だってほら神様の使いだから、あ、だからニコニコしてやってる、うん、ね、あれは嫌がらせとかじゃなくてそれを楽しんでる感じじゃなくてニコニコやってる。なんであんな笑ってるのかなと思って。 ちょっとね、生徒の質問です。一回ね、はい、娘に自分がこの2区で参加させてもらってて、はい、自分の娘をね、はい、かませたことがあるんですよ。自分でね、みんなから、はい、うん、みんなから、ね、自分の娘やけんしなさいと、はい、で言われて、そしたら無病息災で過ごせるよと言われましたんで、やったら、結局すぐ病気になりまして、奥さんの方からもうあんたは絶対かません方がいいと。もう
やめてくださいと言われて、その次の年からやらなくなりました。まずは自分の浄化から。まず自分が浄化させてもらわないといけないんじゃないかなと思いましたけども、うん、やっぱそういうふうに、やっぱね、紙の使いの人たちからちゃんとしてもらうと、あ、そうですね。ね、まあ、秒速祭に過ごせると。まあ、今日の学んだことは、六眼で噛ませようっていう。うん。違うね、肉で噛ませよう。あ、そうですね。肉で。こう肉を押していいですか、この番組。肉を押していってどんどん。ね、六眼で噛ませよう。歌手の伊藤の伊藤さんも肉だし、はい。はい、でも、相川さん、3区のトップは相川さんなので、ね、肉と3区そうですね、そうそうそう、それでね、はい、肉と3区っていうのが、隣同士で、はい、であって、一つのねスポットとして、うん、最終日曜日だよね、日曜日ですね、ね、9時半ぐらいスタートして、10時前ぐらいに、はい、昔の釣り屋、あそこ今なんていうの、ファミマのところっていうの、はい、シティビルとか、うん、はい、銀連の前って言った方がいいかな、はい、あの通りで、肉と三区がすれ違うんですよ、はいはい、すれ違うだけです、はい、で何だするわけじゃなくて、まあ肉はちょっと先に止まってそこで、手ぬぐい投げとか、はい、まあ、そういうようなことをやってるんですけども、その横を三区が通るんですけども、はい、その通る、まあ、5分ぐらいの間かな、はい、にそれぞれ多分ね200本ずつぐらい花火あげるんですよ。見たことあります。一番こう華やかな共演者のところですね。一番華やかなところで、はい、でそれは、まあ、道も狭いところですれ違う迫力もあるし、はいはい、最後だというお互いに、ね、お互いに山崩しに向かってる、はい、最後の巡行なので、うん、まあ、そういう意味もあって、ですれ違いってのはとても綺麗なんですけども、実はその夜はもちろん花火が山ほど出るんで、はい、まあ、だいたい浴衣だけで言うと穴だらけで入って、ね、いつも怒られるし、お気に入りの傘が穴だらけになったとか、まあ、いろいろ言われるんだけども、まあまあ、そこまでの迫力はないけども、実はあの昼間でも、日曜日の昼間でも、すれ違いやってるんですよね。はい、11時半ぐらいに、今の吉ショッピング石、ショッピング石のところで、トマトビッグさんがまたすれ違うという、昼間ですよね、昼間です、うん、日曜日のですね、まあそんなに花火をバンバン上げるわけじゃないけども、はい、やっぱすれ違うだけでもちょっと、ね、迫力がありますって、うん、で肉と3区っていうのはね、いいライバルなんで、それぞれ頑張ってやってるので面白いんですよね。ぜひその夜がこっちしたい子供がいたら、はい、花火がちょっと不安だとかっていう方は、まあ、昼間の、うん、ちょっと暑いど真ん中だから、ね、ですね、今年はものすごく暑そうですけどね、まあ、その後祭りが始まるまでに4時間ぐらいあるからどこにおるんじゃないって話だろうけども、まだその頃は交通規制もなってないので、はい、車で近くまで来てもらって、うん、で見てもらって、はい、そのまま車で帰ってもらうってこともできるんで、まあ、ぜひ一遍来てもらうと、まあ、ちょっと面白いのが見れるかなっていうふうに思います。というところで、まあ一応、大蛇山振興会っていうのが取り仕切ってる事務局を、観光もてなし課がやってるので、観光もてなし課から出向している瀬戸山さんに最後に一言なんか、祭りに対していただければ。あ、そうですね、急に振られたんで何を言うかと思ったんですけれども、今年100周年のあれですね、そうですね、ちょっと振られて非常に困ってるんですけれど、瀬戸山さんがやっぱ大蛇山に住まれて髪切られました、はい、いや、そういうわけではないんですけどね、はい、そういうわけにしとけよ大体、まあ、今年はあの7月の22日土曜日と23日の日曜日、大正町お祭り広場の方で意地悪やね広報部隊の情報が甘い開催されます。六段巡行の方は、22日の日のあれはもちろん車で来るのは公共機関でって言ってるけども、はい、実際はなかなか公共機関で来づらいんだけども、うんね、駐車場はどの辺にあるんですかね。駐車場はですね、一応 あんまり言わない方がいいのかな、言うと総出にはたくさん来るかな、はい、駐車場は松原中学校と大正小学校、それと、明治、第一公園ですね、明治町の第一公園と明治小学校が駐車場ということになっております。でもそんなそれぞれそんなに大きくないよね。そうですねそう言っていいのかどうなんですか。 それとなんか今年、T シャツの販売がものすごくいいらしいですね。そうですね、タムリですか。ほとんどの色がもう今大人用売り切れてしまってますので、うん、なんでですかね。
そうですね、まあ、人気があったってことですよね。想像以上に、予想以上に売れたということだと思いますけど。100周年っていうのが一つあったのと、うん、それから、おもたしのトップが1万人の総動員を本当に1万人にするって言って、はい、結構本気でみんなやってるじゃないですか、うん、で、はい、日頃 4,5 千人のやつが7千人ぐらい集まったとかっていうんで、はい、当然その人たちがユニフォームとしてまず安易に買うのは T シャツというふうなんだっていうことを、うんうん、あなたの近い筋から聞いたんですけど、いかがでしょうか。どうなんでしょうか。そうなんだよ。そうですね。ということで、天気も晴れそうですので、はい、ぜひ、大蛇山は、まあ、祭りは基本的に楽しんでもらえれば、ね、安全に気をつけて、はい、こちらも気をつけますので、うん、来ていただければと思いますし、それから超個人的な宣伝をすると、お祭り広場の裏側が、はい、低水道でちょっと交通規制になってあれになるので、ぶつけてなったら甘辛団子も出しますし、はい、かき氷も出しますし、ミルクセーキも出しますし、はい、私は神社で遊んでますけども他の家族の家族一生懸命仕事をしてますので他の家族の家族一生懸命仕事をしてます、はい、でクーラーも効いてますので、はい、ぜひ来ていただければ。神社では遊んでたんですけど、ぜひこうお祭りの時森さんと鶴さんを見たら手を振ってあげてください。はい、鶴さんはね、どんどん下場だらけ増えていってね、何でも屋になってるんですよ。また今年も役職増えましたね。はい、どんどん何でも屋さんなんで、はい、ぜひね、はい、警備もやれば庶務もやれ、さすができる男は。時間が空いてるとか、すべて何かしら頼まれるということで、はい、で私たちは2日間の次の月曜日まで3日間頑張りましょうね、はい、頑張りましょう、よろしくお願いします、はいはい、ということで、ぜひ土日にはお祭り場に来ていただきたいということで、終了いたします、はい、じゃあお願いします、はい、そろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。番組では温かな応援メッセージやオブラートに伝んだ、優しい応援、ご批判メッセージを待っています。大牟田物産振興会がお送りしましたふるさと大牟田屋、また来週7月26日の水曜日午後2時に開店いたします。それでは本日は、閉店いたします。ご来店ありがとうございました。最後まで自分で進めたね。終わっていいの。ありがとうございました。ありがとうございました。